はい、こんにちは。今日はマックでーす。ということで買ってきました。月見シリーズ、月見バーガーチーズ月見、七味香る牛すき月見ハンバーガー3つと、チキンナゲットの柚子胡椒マヨソースっていうのがね、新発売で出てました。あとは月見パイ、月見マックシェイク、イエーイ。ということでね、月見シリーズ全部買ってきました。これ食べます。それではいただきます。シェイクかな。なんだこれ。あ、これあれだ。うん、うまい。これね、シャインマスカットだね。シャインマスカットシェイク、うん、割とうまい。さあ何食べようかな。とりあえず柚子胡椒マヨソースね。これちょっと若干ちょっと緑色っぽい感じ。どんな味かな、気になるね。食べてみますか。たっぷりつけて、うん、うん、意外とあっさり爽やかな感じ、美味しい、うん。さあそれでは定番の月見バーガーから食べてきます。月を見る心が上を向くだそうです。さあ月見バーガーね、はい、こんな感じね。卵とベーコンが入ってる感じね。いただきます。うん、うん、なんか久しぶりだな、1年ぶりに食べる味。ソースも美味しいね。まあ今日発売なんで、今日からねこの月見シリーズ発売なんで、お昼の12時半ぐらいにねマクドナルド行ったらね、やっぱ結構混んでたね。ドライブスルーもね結構並んでたんで、まあ店内でねお持ち帰りで買いましたけど、3、4分待ってたって感じだね。でもすんなり買ってきました。うん、月見マックね、美味しかったね。さあ続きましてチーズ月見いきます。こういう感じね、月見バーガーにねチーズが入っただけっていう感じね。いただきます。まあ味はねちょっとチーズ味になったかなって感じね。まあハンバーガーもね、卵が1個入るだけでね結構ボリューム増すね。今1個半でボリューム感じてます。あ、やば、シェイクもうなくなっちゃった。シェイク飲み終わりました。はい、続きましての前にナゲット、七味香る牛すき月見いただきます。七味香るってことはちょっと辛いのかな。どういう感じだ、牛すき、うん、なんか、あ、チーズも入ってるねこれ。まあ、とりあえずいただきます。うん、まあ、ちょっとねこのパンの色も違うんだね、うん、これはね結構味が濃い口なんでなんか飽きない感じ。うん、うわ、まあハンバーグはねこのくらい味が濃い方がいいね。ハンバーガー食べてるって感じ。月見バーガーがね420円ね、単品で。チーズ月見が450円、このね牛すき月見はね520円ね、単品で。でこのナゲットは240円で、月見パイはね180円、シャインマスカットのシェイクはね S だけど190円っていう感じ。お会計はね今日はね2000円ちょうどでした。はい、いただきます。あ、はい、ハンバーガー3つ完食ね。ナゲットラスト。今日のナゲットね、なんかね、いつもなんかサクサクしてる気がするんだけど、今日はね、パサパサしてる。なんでかな。まあ、お昼時だったんであれか。あげようか。月見パイ食べまーす。はい、こんな感じ。食べやすくなってます。いただきます。うん、お餅とねあんこが入ってる中に、これはまさに月見パイだね。うまい。
い、完食。ごちそうさまでした。いや、もうお腹いっぱいになったな。さすがにハンバーガー3つだね。量多いね。いや、久々に食べたな、マクドナルド。ということでね、今日はね、マックの月見シリーズをね、全部買って食べてみたでした。バイバイ。